皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、アットコスメでお買い物をしてきましたので、実際にね、タッチアップもしていきながら購入品のご紹介をしていきたいと思います。全部で13点で総額3万140円になります。では一つずつ見ていきましょう。コスメデコルテのアイグロウジェムをですね、4種類購入いたしました。 12G と 13G、 そして 23M と 25M を購入いたしました。この M っていうのはマットになりますね。アイグロウジェムは昔からある商品だと思うんだけど、今期は新しくリニューアルして、テクスチャーもちょっと変わった感じがあったのね。で、前からね、気になるものいくつか買いたいなと思ってたので、今回こんな感じで買ってみました。どれも本当にめちゃくちゃ使いやすいお色しか買ってません。まずこれが 12G と 13G です。結構ね、店頭だと 13G がよく売れてる商品だよみたいな感じで書いてあったんですけども、確かにね、本当にこれはね、めちゃくちゃ万能だと思います。これ単体でつけるもよし、何か他のパウダーアイシャドウと重ね付けしたりとかね、するにもいいんじゃないかなと思ったので、この2色を買ってみましたが、もうね、触れた感じもね、めちゃくちゃしっとりしてる。こんな感じ、もうめちゃくちゃ綺麗でしょ。12はなんかもうハイライトとしても使えるんじゃないかっていうぐらいで、肌にピタッと密着してくれて、この繊細な輝き。そしてマットはこんな感じ、こっちが23で25になります。こっちもすごく使いやすいお色味だと思うんだけど、マットもかなりしっとっていう感じで、マットこそアイグロウジェムめちゃくちゃ優秀なんじゃないかなって触ってて思ったんだけど、全くもってね、粉っぽさがないんですよ。で、もうめちゃくちゃピタってくっついてくれて、超優秀だと思う。この塗った時のさ、ピタってくっつく感じすごくない？で、色もすっすごい使いやすくない？最初にキュッてつけたところはしっかりとね、この発色してるけども、スッてこの伸ばしたところは綺麗にフェードアウトしてる感じ。単色だけでもかなり綺麗にマットアイが作れるんじゃないかなと思ってます。目元にもつけてみたいと思います。これが 23M の方ですね、マットの方。ほら、めっちゃ綺麗じゃない？もう指で簡単にこのグラデですよ。25のお色もつけていきます。うん、綺麗。結構重ね付けしても濃くなりすぎないっていうのもいいですね。はい、2色塗ってみました。こんな感じです。23の方が赤みを感じるかなと思います。こっちの方がまあブラウン、感が強いのかなと思うんだけど、どっちもまあベーシックであるんだけど、こちらの方がよりまあね、スタンダードに使えるカラーかな。そしたら 13G の方をですね、このシャドウの上に重ねてみましょうか。この使い方もすっごい良くない？アイグロウジェム2色使い、下にマットを仕込んでるので、ほんのりね、このグラデーション、目の奥行き感も出してくれつつ、輝きもプラスしてくれるような感じになってますね。さあ、 12G の一番薄い色、これも重ねて見てみましょうか。うん、この組み合わせも可愛いと思う。ちょっとね、この赤みを仕込んでいるので、はい、こんな感じです。うん、いいよね。はい、ついでに 12G と 13G を単色使いで塗ってみました。こうすると結構ね、違い出るんじゃないでしょうかね。うん、そして二つ目はですね、じゃあこれいこうかな。こちら、キスの薄眉メーカーっていうアイブロマスカラでございます。眉コンシーラー効果って書いてあるんですけども、このコンシーラーカラー設計で作られているものらしくって、はい、こういうスクリューの形になっておりまして、色味も確かにちょっとこの薄めのブラウンですね。これも実際に眉に塗っていきたいと思いますけども、はい、すごくない？一瞬で
黒い眉が色味が統一されましたね。もうまさに眉コンシーラーだねっていうぐらい自眉の色の印象をねさっとかき消してくれるなと思いますね。まあ、髪の毛がハイトーンの方だったりとかはすごく相性いいんじゃないかなと思いますし、別に私ハイトーンではないけども自眉の色との差があったりとかする場合はこんな感じでシュッとねこう綺麗になってくれるので、店頭で試した時からすっごいいいなと思いました。あとは前髪がねあるスタイルの方とかだと結構眉を暗くなっちゃうとここら辺がね重たいイメージになっちゃうと思うんですけども、眉マスカーでさっとねこの明るさ出すだけでもかなりこの垢抜け感が出るんじゃないかなと思いますね。でしかもウォータープルーフでございます。結構しっかりと擦っても取れないし、それでいてぬるま湯でスルッと落とせる簡単お湯オフタイプになってるので、かなりこれ優秀なんじゃないでしょうか。そしてもう一つね、眉マスカラ買ったんです。こちら。ロム&の、ブローカラーですね。で、お色味がね、なんか2色ぐらいしか店頭にはもうなくって、このグレーカラーにしてみたんですけども、パッケも可愛いよね。こういうね、チューブみたいな形になってるんですよ。こういった感じのスッキリになってます。さっきのキスの方がもうちょっと円錐っぽい形でしたよね。で、お色味は、はい、この色もめちゃくちゃいいですよね。グレーとは言いつつもちょっとこの白みも入ってるので、そんなにこの深く沈みすぎなくって、これも抜け感出てくれるかなと思います。こちらもじゃあ塗っていきます。さっさっさ、おー、はい、めちゃくちゃ色味も馴染みました。キスの方と比較するとこんな感じです。うん、こっちの方が黄身っぽさが出るようには見えるとは思うんだけど、液自体はそんなに黄身が強い感じはないので、まあ普通にスタンダードに使えるかなと思います。多分ね、私がこうブルベだったり髪も明るすぎるわけではないので、こっちの方が、まあ、私のこの感じには馴染んでるお色かなと思いますね。うん、まあ、でもどっちもめっちゃいいね。もう眉マスカラはね、ずっと同じものばっか使ってて、ちょっと違うもの冒険してみたいなと思ってたので、いい感じのものが購入できてめちゃくちゃ嬉しい。うん、どっちもすごいいいね。そしてね、もう一つキスで、リップを購入しました。キスリップアローお色が02番の木製ブリック。というカラーですね。これがね、もうめちゃくちゃ細いリップスティックで、見てください、ほらこんな細い。リップモンスターなんかと比較するとこんな感じですよ。あら、めっちゃ発色いいし、この際ね、キアークリリン、ほらもう本当にリップペンシル並みに細かいところをね、こう攻めれるっていうか、使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。こんな感じです。めっちゃいい色じゃない。かなりこの唇の形っていうのも綺麗に、うん、作ってくれるし、このツヤツヤしすぎてなくって、だからといってマットってわけでもなくって、もう本当になんか唇にピタッとなんか染み込むというか密着するような感じの、うん、使用感です。これはうん、めちゃくちゃいい、好き。いろいろと使えそうで楽しみだなと思ってます。でお値段がね、税込み1980円なので、まあこの細さなのにみたいなところは若干あるけど、まあ面白い商品だなって思ったのでね、今回こちら買ってみました。でちょうどね、キスのイベントもやってて2点以上購入したので、これプレゼントみたいな感じで4本コスメブラシが入っているポーチ付きのね、このセット、あとはブラシかケースかって選べたので、私はこのケースにしてみました。こういうねパフとか入れられるやつ、ありがとうございます。そしてこれもずっと欲しかったんだけどね、完売しておりました。こちらヴィセの粘膜フェイクルージュ、お色がこっちが RD450 と RO650 です。この2色のみね入荷してたので、もう即座に買ってしまったんだけど、名前可愛いんだよ。この450の方が金魚の恥じらいっていう名前で、この650の方がチェリーのうぬぼれだって、可愛い。こちら、あ、いいじゃんね。
うん、塗り心地もすごい滑らか。はい、こんな感じの色味です。もうこの秋冬使い倒せそうなぐらいのとってもツボなお色ですね。赤みはあるけども赤すぎずにこう肌に馴染んでくれるようなカラーですね。うん、滑らかだね。一色するとおーこんな感じです。うん、色の定着よ。これと比べちゃうとさっきの今朝ちょっとこの滑りが引っかかるような感じはありましたね。粘膜ルージュの方がより滑らかにこう伸びる感じはある。これも本当に縦じわがね目立ちにくいですし、うん、じゅわって色づく感じがすっごいいいですね。普段使いはリップモンスターのピンクバナナっていうカラーがもう本当に大好きでずっと使ってるんですけども、秋冬になってくると若干もう少し深みが欲しいなって思ってたんだけど、なんかその深みを足した感じになってくれるからこれすっごい良さそう。そして、450番のねこちらのちょっとこう茶色っぽいですね。どんな感じでしょうか。あ、そうでもない、赤っぽい。おお、この色も可愛い。より深さは出ますけども、あ、めっちゃいいカラーだねこれも。2色手元に出しますとこんな感じの色味の違いですね。うん、余ってた色2色だったからそんなに使えないかなと思ったけど、めちゃめちゃ使えそうなカラーですっごい嬉しい。そして続いてはこちらです。3650というブランドのウォータープルーフカールマスカラクリアブラックです。パッと見ウズかなと思ったんですけども、なんか違うブランドなんだね。このブランドもいろいろとマスカラもそうだしアイライナーもあったかな、あったんですけども、このクリアブラックっていう最近多いじゃないですか、ちょっと液がさ薄いやつ。ウォンジョヨンのヌードアイラッシュとかすっごい好きでずっと使ってんだけども、こんな感じの液が薄いタイプでコームがちょっと変わってたので購入してみました。でパケもこんな感じでね、すごい色ですよね。ちょっと太めでさらに重みがあるので、開けますと、はい、こんな感じのかなりカーブがかかったコームだったんですよね。色味はクリアブラックね。こういう色だとねパンダ目になりにくいからめちゃくちゃありがたいんですよね。おー、あ、結構フィットする。めっちゃちょぷ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 って突起が、ちっちゃい突起が出てますね。でこっちの逆側のカーブとかは多分こういう際とかさ、グイッとこう入り込ませられないところとかが塗りやすいんじゃないかなと思ってて、なんか意外と濃さ出るんだけど、クリアブラックとは思えないぐらいなんか主張しっかりしてくれる。もう少し繊細なセパレート感出したい感じはありますけども、でもめっちゃ上向きじゃない？結構塗ってる段階からね速乾性を感じますね。これが液が減り出した時にダマっぽくならないかどうかがちょっと気になりはするけど、かなりシャキッと上がってくれる感じと濃さが意外と出るのが驚き。なんかクリアブラック系のマスカラの中ではちゃんと主張もしてくれる、なんか普通のブラックマスカラとクリアブラックの中間ぐらいの立ち位置かなと思います。ウォンジョンヨのマスカラはここまでの濃さっていうのはあんま出ないから、まつげの濃さもしっかりと見せていきたいっていう時にはすごく良さそうなマスカラだなと思いました。うーん、他の商品も気になる。はい、そして下地も買ったんだ。エトボスのミネラルインナートリートメントベースピンクベージュというね、これねもしかしたら限定かもしれないです。クリスマスの限定のやつかなっていう感じがしますね。 SPF31 の PA3+。 この下地めちゃくちゃ好きで、パープルっぽいラベンダーカラーのものもねすごく使ってたんですけども、このピンクベージュっていうカラーがですね、ツヤがねすっごい綺麗だったの。こんな感じのほんのりピンク感があるんだけどもね、すごいこう滑らかで馴染ませていくと
ピンクカラーによるトーンアップとこのツヤ感による立体感みたいなのもこう出せるなと思って、めちゃくちゃ良さそうと思って買ってみました。裏の説明には、肌に血色感与えながら透明感のあるセミツヤな仕上がりだって。セミツヤなのかな、私は結構ツヤっぽく感じるんですけどね。でもすっごいツヤツヤしすぎてはないから、秋冬の乾燥する季節でもちゃんと保湿感があるよっていう肌感に見せてくれるんじゃないかなと思います。でエトボスは優しい成分でしか作られていないので、お肌がねこの波があったりする時とかでも安心して使えるアイテムだと思いますね。うわー、これめっちゃ楽しみ、明日のメイクで使います。てな感じでメイクアイテムは以上になるんですけども、スキンケアも購入しました。こちらです、ラフランのオイルセラムクレンジングです。色味がさ、こんな綺麗なね、黄色オレンジみたいな感じなんですよね。で香りもラフラのものってちょっとオレンジの香りがしてね、いいんだけど、これもねめっちゃオレンジ、オレンジのいい匂いだわ。うん、で1本でメイク落とし、洗顔、角質ケアまでできる。あ、そうなんだ、ダブル洗顔不要なんですって。これ松江くんも濡れた手でも OK。へえ、めっちゃ使いやすいじゃんね。だからお風呂場とかに置いとけるんだね。で乳化不要で擦らずともオフできて、厚みのあるオイルだから摩擦レスに洗えますよ。で美容液成分も入ってますよっていう感じで、上半期のクレンジング3位だったみたい。ここまでちゃんと見てなかったんですけども、これはなんか期待できそうですね。はい、そして最後がこちらです。ホットイヤリングっていうね、耳につけるなんかカイロみたいなやつです。ちょっと面白そうなので買ってみました。なんか耳の中に入れるイヤホンみたいな温めるやつって、っていうのは好きでね結構使ったりするんですけど、これはね耳タブにもつけたりとか、あとペトってこう貼り付けるだけなので、手の甲とか首とか足とかいろんなところにつけれるみたい。見て中の柄がさ全部違う、ほらかわいい、こんな感じよ。うん、このフィルム剥がすと温まりがこう始まってくるんじゃないかなと思いますね。ここがペトペトしてる。で結構強めにキュッとつけてくださいって。あ、なんかもうあったかい気がする。ピアスみたいだね。あったか、あ、気持ちいい。違うわ、もう開けた瞬間からあったまってくるんだ。剥がした瞬間じゃないね。だからもう開けちゃったらもうスタートしちゃうので、それはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですけども、あったか、じんわりあったかいです。お家でリラックスしたりするときとか、あー剥がれちゃうね。ちょっとまあ粘着性はあれかもしんないね。まあだからまああんまり動かない姿勢とかの時につけた方がいいかもしんないです。あとはこういうね手のツボに乗せたりとか、足のサンインコのところに貼ったりとか、まあサンインコのところに貼るんだったら太陽球とかの方がもっと強力っていうか強いと思うんだけど、じんわりとやるにはいいかもですね。ちょっと粘着弱いかもしんないな。スキンケアとかついてたりするようだったら拭き取って粘着性がね上がるようにしたりする感じで使った方がいいかなと思います。でもめっちゃ気持ちいいよ、超あったかくなってきた。おー、ポカポカてな感じで、今日はアットコスメでの購入品ご紹介していきました。気になった商品があったらぜひぜひチェックしてみてください。ということで最後までご覧いただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。